新年明けましておめでとうございます。シンガーソングライターの高橋祐介です。今年は作品を多く作っていくことを目標に立てました。コロナ禍だと見通しは立てづらいですが、あなたはどんな目標を立てましたか？自分は作品を多く作る一環で YouTube をプラットフォームにラジオを始めたいと思います。コロナが蔓延した2020年が終わり、2021年になりました。なんと風の時代と呼ばれているそうです。生きやすい世の中に変化したなと体感していたんですが、ちょっと調べました。風の時代とは何ぞや。以前の地の時代と呼ばれているのは、例えばお金や物資、安定が人生を豊かにさせるキーワードでした。しかし風の時代、今ですね、情報や体験、人脈や肩書きにとらわれない個人のフレキシブルな行動が人生を豊かにするという時代にシフトしていきます。まあ、調べてみると天秤座は風の星座と名付けられているそうです。やっぱりね、俺の時代がようやく来たのかという感じですが、大晦日に毎年恒例にしている大山山頂でのテント泊修行をしてきたんですよ。そこでね、その年の振り返りと翌年の目標を立てます。全身筋肉痛と引き換えに、今年は大寒波のせいで例年0度ぐらいなのにマイナス9度ですよ。神奈川県は伊勢原にある大山山頂でテント泊するんですけど、まあ、寒い中いろいろ考えました。自分にあるストロングポイント見直すと人脈の多さが浮かんできたんですよ。まさに風の時代に当てはまるキーワードですよね。中でも特にいいなと思ったのは音楽関係にとらわれていない人脈の多さでした。その自分の財産を利用してその方たちに協力をしてもらってですね、コンテンツを作りたくこのラジオを始めます。ゆかりのあるさまざまな分野で活躍をするゲストを招き、その方のターニングポイントやコロナ禍でどうシフトしていくのかを十人十色聞き出していこうかなと思っています。一年を通し自分に入ってきたものを最終的に音楽にしていくことが目的です。その名も I'm Me ラジオ。 I'm Me とは英語の I am Me のことで、サードシングルの曲わがままから撮りました。では聞いたことないあなたのためにまずはそのオリジナル曲を流したいと思います。わがまま聞いてください。わがままに進め、気持ちを知り出して、言霊を使って前へ進めばいい。自分が何者なのって答えが出るまで探してわかるんだ。少しずつわがままに進め、気持ちを知ったして、言霊を使って前へ進めたい。自分が何者なのって答えが出るまで探してわかるんだ。少しずつ一人で抱えて、道は見えたのかい。変わってく気持ちは不思議なものじゃない。自分色を殺したって綺麗なものは出ないってわかるんだ。少しずつあなたを惑わせる不安や試練に立ち尽くす日も来る。
私は照らしてる。あなたが進むべき道を。あなたの気持ち深く伝染し、巻き込んでゆくオレンジ色に乗り、自分が何者なのって答えが出るまで探してわかるんだ。少しずつ一人で抱えて、道は見えたのかい。変わってく気持ちは不思議なものじゃない。色を殺したって綺麗なものは出ないって、今ならわかるでしょう。高橋祐介、わがまま聞いていただきました。ありがとうございます。歌詞にもあるように言霊を使って現実にしていく、そんなコンテンツにしていきたいと思っています。高橋祐介の I'm Me ラジオ、慣れるまで月2回更新です。増えていくかもしれません。まあ、とりあえずは月2回で更新していこうと思いますので、よろしくお願いします。スタートダッシュ切るのは得意なんですよ。なんでかっつったら修行行ってるからね。だから1月のこの今日撮ってるのが2日なんですけど、他ミュージシャンまだ動いてないと思う。その中でももう一発僕はもう指導していますが、まあ夏バテするんですよね。6月に入るとバテて、加工していく習性を持っていますので、しっかり12ヶ月続けられるように、頑張っていきたいと思います。まだオファーを出していませんが、第1回目のゲストは日の出町のスターピアニスト岩本聖を呼ぶ予定です。お楽しみに。それではまた、高橋祐介でした。ありがとう。ぷかぷか、ゆらゆらゆら、ぷかぷかぷか、光感じ風を。